はい、アコギチャンネルです。今回はギター初心者の生徒さんの質問に答えてみたです。生徒さんからよくされる質問や生徒さんによくするアドバイスをピックアップしました。視聴者さんも同じ悩みを持っている可能性がありますので、最後まで見てください。アコギチャンネルではギター初心者がうまく弾けるテクニックや作曲方法、オリジナル曲を配信しています。チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。また東京でギターの個人レッスンをしていますので、早く確実に上達したい方は概要欄のホームページからお問い合わせください。それでは始めます。おそらく必要以上の力が親指に入っているのかもしれません。バレーコードの場合は親指でネックを挟むので力を入れますが、バレーコード以外のコードの場合は親指に力を入れなくても音が鳴りますので力を抜いて弾きましょう。きっと痛みが軽減すると思います。どうしても親指が痛くなった時は無理しないで休憩して痛みがなくなってから弾きましょう。この現象は薬指と小指が押さえる位置を正確に把握していないために起こります。まず音を鳴らさないで薬指と小指が正しい位置に押さえられるように練習しましょう。練習方法は D コードを最初に押さえて次に B マイナーコードを押さえましょう。最初に親指と指の基軸である中指でネックを挟み、その後に薬指、小指、人差し指を押さえます。1、2、3。このコードチェンジを何回も繰り返すと、指が正しい位置を覚えて、弦の上を押さえられるようになります。薬指で押さえても大丈夫です。小指よりも薬指の方が力が入るので、しっかりと一弦を押さえられます。ちなみに僕も初心者の頃、小指で押さえられなかったので、薬指で押さえていました。音が綺麗にならない、次のコードチェンジがうまくできない、などの問題がなければ、無理して小指ではなく薬指で押さえてください。ギターを弾くことに意識が集中して、メトロノームの音を聞いていないのかもしれません。メトロノームに合わせて、急がず丁寧にストロークを弾いてください。そうすればメトロノームに合わせて弾けます。もしメトロノームを聞いているのに、早く弾いてしまうという方は、頭の中で、あるいは口に出して、1、2、3、4、1、2、3、4とメトロノームに合わせてカウントを取りながら弾いてみてください。カウントとストロークのタイミングが合うことで、メトロノームと同じタイミングで弾けるようになります。ぜひ試してください。おそらくカポをつける位置が良くないのかもしれません。カポをつける位置はフレットの金具の手前がベストです。フレットの中央からヘッド側にカポをつけてしまうと、しっかりと弦を挟めず音がビビってしまう可能性があります。ネジ式のカポの場合は、ネジの調整が緩いと、しっかり弦を挟めず、音がビビってしまう場合があります。その場合は、ネジをきつく締めて調整してください。二つ原因が考えられます。
一つ目は人差し指が寝てしまい、一弦に触れて鳴らないのかもしれません。その場合は手首を少し前に出して指を立たせれば、人差し指が一弦に触れず音が鳴ります。二つ目は左手の手のひらが一弦に当たって音が鳴らないのかもしれません。手のひらを離す方法は、小指を前方に出してあげると手のひらがネックから離れます。おそらく4弦を押さえている人差し指の付け根が一弦に触れて音が鳴らないのかもしれません。その場合は手首を少し前に出して一弦に触れないようにしましょう。ちなみに僕は小指、薬指、中指で A コードを押さえています。その理由は人差し指の付け根が一弦に触れないメリットもありますが、A コードから B コードにコードチェンジするとき、コードフォームを変えないで簡単にコードチェンジができるからです。なので A コードは小指、薬指、中指で押さえるのをお勧めします。もし難しければ D コードの5弦はミュートしなくても大丈夫です。5弦の開放弦は3弦と同じラの音で D コードの構成音なので音が鳴っても問題ありません。B7 コードの6弦は親指の指先でミュートします。あまり手首を前に出してしまうと親指が6弦に触れずミュートできません。逆に手首を後ろに引きすぎると指が寝てしまい音が綺麗になりません。手首のベストポジションを探す方法は、まず手首を前に出して B7 コードを押さえてください。その後に手首を後ろに引いて親指の指先が6弦に触れたら止めてください。最後に B7 コードを引いて音が綺麗になれば OK です。この手首の角度を覚えておき B7 コードを押さえるようにしましょう。F コードを押さえるとき、まず親指と指の基軸である中指でネックを挟みます。そうするとネックが動かず固定できます。その後に薬指、小指、人差し指を押さえます。F コード以外のコードでも親指と基軸の指でネックを挟んで固定してから残りの指を押さえるとコードが押さえやすくなります。ぜひ試してください。人差し指を押さえてから中指、薬指、小指を押さえても人差し指と中指が大きく開きません。なので指の基軸である中指、薬指、小指を先に押さえてから人差し指を押さえてください。そうすれば人差し指と中指の間が大きく開きます。ぜひ試してください。僕も1時間ぐらいギターを弾いていると指先が痛くなります。もし30分以内に指先が痛くなる方は必要以上の力を入れて弾いているのかもしれません。ギターは基本的に軽く押さえても音が鳴ります。試しに人差し指を軽く弦を押さえて弾いてみてください。きっと音が綺麗になると思います。コードも同じように軽く押さえて弾いてください。そうすれば指先が痛くなりません。もし指先に痛みを感じたら、すぐに弾くのをやめて、指先をマッサージして休んでください。
痛いまま弾き続けていると痛みが強くなり、痛みが続いてしまうので気をつけてください。休憩を挟みながらギターを練習しましょう。それではこれでギター初心者の生徒さんの質問に答えてみたを終わりにします。もし他に質問がありましたらコメント欄にお願いします。この動画が役に立ったと感じましたら高評価、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。あなたもアコギチャンネルの仲間になって一緒にギターや作曲を頑張りましょう。ご視聴どうもありがとうございました。